江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はね、サッカーの話題なんですよ。韓国紙、日本サッカー沈没確定、危機と報道していると。な、ひどいね。まあ煽ってますよ。別になんか八強失敗とかさ、そういうふうに書きゃいいのにさ、沈没とか書いてんだな。で、これ危機と報道してるんですけれども、だがしかし、韓国ネット、我々は出航すらしてないんだというね。それでは記事の方を見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。日本サッカー沈没確定、8強敗退、日本スペイン2-0-3で敗北。日本の五輪サッカー代表チームはグループステージで勢いを見せていたものの、準々決勝でスペインに完敗し、パリオリンピックの旅を終えた。日本は3日警告時間、フランスのリヨンスタジアムで行われたスペインとの大会男子サッカー準々決勝で0-3で敗れた。1968年メキシコ五輪の銅メダル以来、56年ぶりのメダルを狙う日本は、グループリーグの3試合すべてを無失点で勝利した。ポゼッションサッカーを前面に押し出し、支配するサッカーで完璧な試合運びを誇った。D 組1位で準々決勝進出を果たした。日本は今回のパリオリンピックに向け、ワイルドカードなしで23歳以下の選手のみでチームを構成し、組織力を鍛えることに集中した。昨年開催された杭州アジア大会にも、現在の23歳以下の選手でチームを編成するなど、長い時間をかけてパリオリンピックのためのチームを作り上げた。完璧な組織力を誇る日本は、今回はメダルを自信としていた。実際、最近のアルゼンチンとの試合ではこの位置で勝利している。グループリーグ3試合でも完璧な試合運びを見せたことで自信に満ちていた。しかし、日本は準々決勝であまりにも強い相手に出会った。ヨーロッパの強豪スペインと対戦したのだ。スペインは世界で最もボールポゼッションを保持する国であり、日本のサッカースタイルに似ている。両チームは序盤からポゼッション争いを繰り広げた。そしてスペインが中盤の争いで勝利し、主導権を握った。続いて前半11分に、中盤からゴール前に向けてターンしたフェルミン・ロペスが強力な左足のミドルシュートで先制ゴールを決めた。一撃を受けた日本は波状攻勢を展開し、同点ゴールを狙った。続いて前半40分に、細谷真央がペナルティボックスで相手ディフェンダーを背負った後、ターンして右足シュートでスペインのゴールネットを揺らした。しかし VAR 判定の結果、オフサイドと判定され、同点の機会を逃した。危機を乗り越えたスペインは、後半戦の中盤を過ぎると徐々に再び主導権を握った。結局先制ゴールを決めたロペスが、後半28分に再びゴールを決めた。コーナーキックからのボールをアークサークル中央で受けたロペスが、今回は右足のミドルシュートでマルチゴールを完成させた。勝機をつかんだスペインは、後半41分にアベル・ルイスの追加ゴールを決め、3-0とリードを広げて勝負を決定づけた。結局試合はスペインの大勝で終わった。はい、ということですね。それではこちらに対して警告の反応を見ていきましょう。はい、それでは1人目こちら。私たちは船も浮かべられなかった。わら116さん。スペインに負けたとしてもオリンピックには出場したじゃないか。86さん。私たちは沈没させる船もないですよ。73に。オリンピック進出もできなかった国が8強沈没だのと言ってるの。わら596。船も浮かべられない立場では言うべきではない。530。私たちは出航すらできなかった。422。見るものがなくてこれを見た。警告サッカーは反省しろ。343。チヨン・モンギュと警告サッカー協会のせいで警告サッカーは見物もできないね。321。オリンピック銅メダルの記録を破れない。28個。それでも警告サッカーよりは上だ。272。日本を批判している場合ではない。警告はもっと深刻だ。251。日本が沈没、私たちは出航すらできない。248。中国人がワールドカップを見る感覚ってこんなものなんだね。230。W でも警告は本戦進出もできなかった。20。0。
ユン・マンヨン、ユン大統領たすに地形併合を進めたり、官僚が号泣しながらまた酒を飲んでいる。何が沈没確定？あいつらオリンピック8強なのに18に。沈没する機会すらなかった大系民国16-1。それでも日本がうまくいくのを見なくてよかった14-3。沈没だってわら刺激的な鮮度14-0。劣等感か？タイトルのありさまを見ろ14-4。はい、ということでね、これがあのリアルな韓国の反応でございます。もうシンプルに、共感順に、引くことなくこちらねご紹介しました。それではですね、チャットの反応いきましょう。間引きなし、はい、ということでね、お前らが出場しても予選落ち確実だけどな。モーリタニアの主審に試合壊されたんだわ。オリンピックで負けるためにはまずオリンピックに出場しないといけないからね、わら。お前らは五輪予選会場にすら行かなかった競技があったけどな。スペインは強かったわ。次はワールドカップや、切り替えていこうや。スペインは強かった。あれ、ゲイコクさんは試合は何時ねえ、試合日程はねえ、教えてよ、わら。スペイン選手も文句言ってない。副審ですら取らないオフサイドをわざわざ VAR 要求する主審に意図を感じたわ。DF 背負ってオフサイドとかスペインが足上げたら日本のファウルとかギャグ満載で勝てるわけねえわ。ゲイコクさん、次のオリンピックは頑張って出場できるかな、わら。国民が共感して喜んでくれると思いきや否定されてやんの、わら。負けて学ぶことがあったけど、ゲイコクは学んでも反映させないんだよね。悔しがるだけだよね。オリンピックに出れなかったゲイコクさんだけど W 杯にも出れなくなりそうなんだよね。規約違反の問題で、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。